コモンズスコラボリューム7ベートーベン、講師は坂本龍一です。おなじみのスコラの、これ何ですかね。これ内容は真面目なのにこんな不真面目な格好してるというね。内容的には普通にやってるつもりなんですが、スコラももうだいぶ増えてきましてね、1,2,3,4,5,7巻目までとうとうやってまいりまして、前回が古典派だったので、古典派これですね、ザ・クラシカルスタイル、古典派で当然その、まあ、ハイドン、モーツァルトなど、モーツァルトを中心に、古典派っていうことをやりましたけども、同じ古典派なのにこうベートーベンがすっぽり抜けているじゃないかということでですね、当然分かっていたわけで、それはベートーベンっていうのは古典派のもちろん作曲家ですけども、扱うにはとてももうでかすぎると、いろんな意味で暑苦しいっていうこともありますけど、説教臭いとかね、もう汗臭いとかいろいろありますけども、でかい人なんで、これも古典派の中に入れるのが本当は入りきらないということなんで、別に館を建てまして、第7館としてこうベートーベンと一人扱って、なるべく、まあ、スコラとしては昔よくあったみたいに、そう作曲家別みたいなっていうのはやめたいなとは思っていて、だからまあ今後も前でドラムとベースでやったみたいに、こう楽器とかね、あるアフリカとかね、こう、まあなんていうの、作曲家別によくありがちなのはやめたいと思っているんですが、という方向性を持っていてもですね、まあベートーベンっていうのは一人取り上げるしかないかなと。そういう巨大な人でもありますよね。で、巨大な人って、まあ、そのスコラの第一巻、そこから始まったわけですけど、このバッハっていうのも、まあ、バッハってドイツ語で小川っていう意味ですけど、まあ、本当に音楽の父なんていうふうに言われ方をして、まあ、それに対してもいろんな、まあ、いろんな意見をスコラは述べてるわけですけども、まあ、やっぱり扱わざれないというような感じで、ベートーベンも扱います。で、まあ、バッハの話が出てきたところで、まあ、よく言われるのはですね、バッハの平均律のピアノ曲集がありますよね。1巻と2巻があるんですけども、あれが、まあ、旧約聖書などと言われまして、でベートーベンの、ピアノソナタ、これが、まあ、ピアノ、ベートーベンってもともとそのピアノで即興をするのがとてもうまい少年だったわけですよね。まあ、もとも生まれつきうまかったわけじゃなくて、随分その酒飲みの親父がですね、殴りながらですね、練習させたと。で、まあ、うまくなっちゃった。で、確か17ぐらいの時ですか、ウィーンに行って、モーツァルトの前でも即興してまして、これ2つありますね、説は。モーツァルトあんまり好きじゃなかったと。ベートーベンの即興が、少年ベートーベンの即興がっていう説と、かなり気に入ったという説と、でもうそのモーツァルトの弟子入りする寸前だったけども、モーツァルトの事情で、まあ、その場所を離れなきゃいけないんで、うまくいかなかったと。で、まあ、後にその古典派の、まあ、大作曲家であるそのハイドンの弟子にはベートーベンになってるわけなんですけども、ね、そういう直接ハイドンの先生からこう習ったりはしてるわけなんですけども、まあ、2つ説があります。で、その、ピアノの分かったベートーベンがですね、当然その一番身近なピアノフォルテという楽器を用いてたくさんピアノソナタを書いたと、32書いていますけれども、で、このベートーベンの方の、まあ、ピアノソナタ、こう膨大なピアノソナタっていうのを、まあ、新約聖書というふうに、言うことがあります。で、まあ、その曲を次々と聴いていってもいいんですけど、そうですね、僕なりにそのベートーベンの音楽って何かっていうふうに言いますと、こう一言で言い表すとですね、まあ、労働の音楽という感じがしちゃうんですよね。
でなぜそんな感じがするかっていうと、そのそうですね、例えばその、対比的に言うならば、そのモーツァルトがですね、まあ、やっぱり即興の名手でもありましたけども、次から次へとどことっても本当に流麗なメロディーが どんどん書けてしまう、どんどん本当にこう流麗に最初から最後までいくと、そういうことができちゃう、そういう音楽であるとしたらですね、ベートーベンは対照的に全然流麗じゃなくて、こう一個一個で、ね、レンガを積み上げて一人で教会を建てたみたいなね、そういうこう手作りな、本当にそれでその汗臭い、もう筋骨隆々な感じの曲が、割とやっぱりそういうところにそのベートーベン自身も力を入れてるし、まあ、実はベートーベンもたくさん曲書いてますので、意外と流麗な美しいメロディーを書ける人ではあるんですけども、多分もともとは書けるんだな。だけどベートーベン自身がこうだんだん大人になって、その自分の音楽を目指していく中で、いやこうじゃないんだと。で実際ね、そのベートーベンがいつも携えていたこの五線紙のノートブックというのがありまして、まあ、僕実物は見たわけじゃないんだけど、話によるとですね、たくさん思いついたメロディー、まあ、よく散歩する人だったんですね。数学者でも物理学者とかアインシュタインとかでも、みんな発見する人はよく散歩してますね。僕全然しないですけど、僕ずっと座ってますけど、キッチンの前で、家ではだいたい午前中はずっと座り続けてますけどね、トイレに行くぐらいですけどね。ベートーベンは本当によく散歩した人で、散歩の途中でこうゲーテとすれ違ったなんていう話もね、あるぐらいなんですけども、その散歩の途中でよくこうメロディーを思いつくんで、その度こう書いてるわけですね。膨大に書いてるんです。でまあその誰かが数えたのかどうか分かんないけど、多分100あるぐらいのこうモチーフからたった一つを選んで、長大な公共曲、まあ、有名な運命とかですね、大工とかそういうものを作ってると、まあそんな感じですね。だからこうあえて流麗な美しいメロディーも書けるんだけど、そういうものを切り捨てて、わざとその武骨な、まるでこの日干しレンガのようなモチーフをですね、わざわざ選んで、長大な曲を書くことに挑戦していると。そういう人はね、まああえて近いといえばやっぱりバッハになるのかなっていうのは、そのバッハの時もやったかもしれないけど、こうというメロディーがあると、それをすぐ左手でとくると、また右手に移って、これはどれ、これが今度平行移動して、平行移動してますよね。それが今度オクターブ下がって左手に移って、とここだけもう4小節ですね。実にもう同じレンガが4回使われて、そのレンガをこう上に持ってったりですね、今度その4回使われた後にどうなるかっていうと、レンガも今度ひっくり返しましてっていうのを反対にするとなるわけね。ひっくり返しちゃって、次にというふうにですね、ひっくり返したの今度段階的にこう階段みたいなの作ってるのに、実に建築的というか、大工さんみたいな、一人大工って一人で教会立ってるみたいな感じがしちゃうんですけど、僕は。これこれはバッハですけど、ほとんど同じようなことを、例えば有名な、運命ですと、今のこれの代わりにもっと単純にして、音が4つしかない、もっと単純なレンガにして、それいきなり繰り返しますよでもう階段ですね、ここで、ね、今度どうするかというと、1個
参考です。しつこいの。ね。で、これあの連歌今ひっくり返しました。っていうの、これひっくり返ってますね。こうちょうど鏡を立てるとひっくり返る、ひっくり返りますけど、そんな感じになりますけども、音符で書くとですね、単純な話こう。こういう四つのタン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 四つの音があるんですよ、ね、でこれをひっくり返すとどういうことかというと、これまあ大体こう見た目通りですね、こういう形してますよね。だからひっくり返すってことはこれは反対ですからこうなりますよね。で今やったのがここの下のところに。これ見るとちょうどこう反対になってませんか。こういう具合にですね、もう本当に嫌というぐらいにこういうレンガを使い倒して長い曲を書いてます。で、あの面白いのはそうですね、まあそのメロディーとしてこう扱っているとですね、こう伴奏は別物、例えばそうですね、こういうふうにこうメロディーと伴奏っていうふうに、やるのはまあそれまでの常識だったと思うんですが、あのもうベートーベンがやったことはメロディーも来るけど伴奏の中にも。それとかこういうふうにね、伴奏の中にもこのテーマをどんどん使っていっちゃうんで、もうほとんど曲全体が一つのレンガの変形で作られて組み立てられていると言ってもいいほどですね。もちろんあのそういう曲ばっかりではありませんけども、まあ典型的な一つの代表的な例と言えるんでしょうね。はい、というわけで、まあ、あの労働の音楽、労働者とは言ってません、労働の音楽ということで、それで、まあ、労働の音楽ってもうちょっとその内容を言うとですね、あのやっぱり労働して報われないと嫌ですよね、人間はね。でこの報われるそのゴールがですね、この大団円が頂点がやっぱり来るんですね。大きく言うとそのいろんな、テーマを提示して葛藤があってちゃんと最後は報われて終わるという特徴が特に強いですね、ベートーベンは。でそのなんていうのかな、ピークっていうか、頂上に向かってこう登っていく登山家のようでもあるけども、その必死に頑張って葛藤をして闘争をしてですね、勝つと、正義は勝つというようなね、特徴が強い人ですよ。でこれはね、あのベートーベンが特にその喧嘩早かったとかね、そういうことではなくてね、時代的な背景がありますね。なぜかというとですね、とても面白いことにですね、まあ、これもよく言われることかもしれませんけども、そのベートーベンが生まれた時代ってちょうどその、まあ、ヨーロッパをこう席巻したナポレオンと同時代の、ベートーベンはナポレオンと同時代の人 で、でナポレオンがその何ですかね、ヨーロッパのいろんな国々と戦ってですね、次々にこう勝利してですね、いわゆるなんていうのかな、こうリパブリックっていうのをなんて言ったらいいの、あの共和制みたいなことをですね、その時もう非常に、つまりその前はあの
王政だったので、まあ、王様がいて、貴族がいて、民衆がいて、すごい階級制ですよね。それを打ち破った大革命ですよね。フランス革命というのがあって、その後に出てきたわけですから、その、共和制、つまりみんなで、その王様がいて貴族がいて民衆がいるっていう、民衆はひたすらその貴族や王様のために働くっていうんじゃなくて、みんな平等なんだっていう、こう非常にこうリベラルな考えをベートーベンも持っていたし、その時代背景でそれが強くあるわけですね。で、その共和制の、まあ代表者っていうのかな、その共和制を世界に押し広める英雄であると、ベートーベンはナポレオンのことを、まあ、思ってた、期待してたわけですね。ところが、まあ、事実はそのナポレオンは、もう一度自分が皇帝になってしまって、まあ、一種 の、 その王様みたいな地位についちゃうということで、もう非常にまあがっかりするということがあるんですけども、そのベートーベンの人生っていうのが、まあナポレオンに代表されるその時、その当時のヨーロッパの社会的な背景とても関係があるということで、そのさっき言った労働して、その闘争してですね、葛藤して、勝利する、この勝利っていうのはやっぱりその、まあ、大工なんかで、一番現れてますけども、そのいわゆる階級制を打ち破った時の、その共和的な、ユートピア的な、その人間の理想みたいなこと、人間の解放みたいなことを、やっぱりどうしても言わざるを得なかったんだなということが分かると思います。ですね、まあ、ベートーベン自身、その1770年生まれなので、もうナポレオンがまさにその1年前69年に生まれてますね。で、面白いことに他にもですね、ドイツで重要な人一人は哲学者のヘーゲルで、もう一人はその、まあ、後にドイツロマン派の詩人の代表格になるヘルダーリンっていう二人、詩人と哲学者いますけども、これはもうなんとベートーベンと同じ年に生まれてますね。この辺なんかもとても示唆的だと思います。これは浅田彰さんの言い方ですけども、まあ、言い方によってはそのベートーベンというのは音楽のヘーゲルと、あるいは音楽の、ボナパルト、ナポレオンというふうにも言えるかもしれません。で、それは単に生まれた年代が近いとか、という比喩だけではなくて、その音楽そのものが勝利に向かってこう邁進していくような、葛藤していくような音楽だというところに、その理由があると